エージェント。とりあえず仕事しまーす。でもやっぱ10人だからインポスターはかなり不利っちゃ不利。なんやかんやね。おあいつめっちゃ仕事すんな。はい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 。しんどるな。しんどる。しんどる。あれ、亀見たぞ。亀見た。場所確認しましょう。皆さんどこにいましたか。お願いします。アマル君から。オフィスです。オフィス、はい。バトルパス修理工場です。バトルパス修理工場、はいどうぞ。次。宿泊。オフィス。オフィス、はい。オフィスです。あれ。アドミンは？俺補給とメンテの間くらい。補給と僕ねフードコートあたりで亀が壁工場からメンテ行ってんの見てるんですよ。だからそこに近いアドミンかなとは思う。なるほど。そうなっちゃうと。でも俺オフィス前から移動してて、あれ？めちゃくちゃオフィスにめちゃくちゃ人いたよね。いた、うん、でそのオフィスにオフィスにごっちゃになってる時に俺もそこと前通ってるから、うん、誰かは見てると思うんだけど、見てるでしょ、うん、で俺そこから補給で一回キャンプ入った後にどちらかというと戻ってる方だからメンテと補給の間、うんうん、いやまあでも どうだろうな。まあ僕そこら辺の人はちょっと黒く見て。時間終わる前に1個だけ質問し、うん、はい、なんか生体認識みたいなやつあるじゃん、スキャンみたいなやつ。あるある、ね、セキュリティね。あれびっくりマークどれだけクリックしてもクリックできないんだけど、なんなんあれ。おお、クリックできない。見るだけ。そんな見るだけ。そんなのに使うな、やめろ。待って、メタルはメタルどこにいたの。宿泊部屋。あそこあそこ。あ、メタルビル君見たやん。え、科学研究所の前らへんだよ。いや待って。そうか。いやでもメンテナンス室でやられたのは確かで、僕はちょっとアドミン黒く見てるかな。それ言ったら、うん、アドミンはちょっと黒いな。カメ見た記憶があるな、2回目の。待ってよ。まあでもタスクどんどん進んでるからな。死んだな。ナイジちゃん、ナイジ。これさ、サキュレの前だと。俺これ前だったらこれアドミンだね。アドミンが科学研究所から出てきたのを俺見て、最後見つけようとして、下やったらどうなのかなと思って見つけようとした時に飛んじゃって、それでバトルパス修理工場飛んだんだけど、でハテナと一緒にこう科学研究所行ったら真ん前に死体があったから、多分これアドミンで間違いないと。さっきの亀のやつも僕もアドミンがそこだけに一人だけいたから、亀のやつも多分アドミンなんかなって思う。なるほど。アドミンで。オッケー！ゲームセット！じゃあ、入るぞ。ごめんだろ！ほら、吐け！どうなんだ？よっしゃー！そういうことだったんだな。よかった。だから亀の敵は取ったと思う。亀、天国であいつ元気してっかな。ああ。肩引き取ったよ。まあ。あんだけね、近辺にいたらそりゃなっちゃうかな。よし。ここタスク多くね？あ、もう終わるやんこれ。いや、終わらせるわけいかないだろう。証拠をつかもうぜ。なあ、ハテナちゃん。はい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 。
ごめんなさい、確認したくて押したんですけど、はいはいはい、うん、あの、あれだ、何どこだ、右上の島の監視所を庄司さんがあの iPhone… ああ僕がしまった理由でしょ、しまった理由は僕が犯人を突き止めようって、このまんまで終わらせるとやっぱ動画的にも良くないなと僕思ったから、動画的にも動画的に釣っとくおーっと動画的に釣るのはおかしいと思うな本当に。でもねやっぱみんな YouTuber じゃないですかね、やっぱ撮れ高気にするじゃないですか、撮れ高でもねその関係ないんで俺らのやっぱまあ確かに、ね、それ掃除さんの撮れ高であって俺らには関係なくて、いやいや、じゃあ動画止めろ今はじゃあ動画止めろよ。どう？え？でも謝れよ。お前のせいだから。せっかくアマル君が最近人狼配信者みたいに毎日動画上げてるからさ、それの撮れ高のために僕じゃあ面白くしようかなって思って、タスクあんまりやらないかなって思ったのにそういう言い方されるとな。え、なんかさ、庄司さんするのやめない？普通に。これだ。すぐ。誰庄司さんのこと責めたの？誰、意味がわからない。え、ハテナちゃん。ハテナ、お前なんか やってたべ、あれ。え、ごめん。俺も庄司くんは悪くないと思うから。うん。誰攻めたの？でも一番、あ、じゃあハテナちゃん入れるわもう僕。ハテナ。ポスターだから攻めたのか。入れるわ。そういうことかよ。何この新しいよこの釣られ方。すげえ本当に逆転劇。これ庄司くんが言う取れ高ってこういうことなの？そういうことです。でこれでインポスターだったらもっと取れ高っす。ああなるほど。いやーインポスターだったら取れ高だ。インポスターなわけはてなが。そんなわけ絶対ない。なんでだよ。なんでだよ。後ろみんな、取れたこと全然やった。なんでなんだよ。取れたかや。マジかよ。うまくいったな。あるまる。大根の経営を見たけど。